皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。今日も出前牧師館チャンネルによこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録もお願いいたします。9月22日金曜日、過去を振り返って元気を取り戻そうという題でお話をしたいと思います。古いものが好きな人がいます。例えば、ヴィンテージギターだとかね、古い車を レストアして乗っているとかねあのワーゲンバス私も時々乗りたくなりますあんな何十年も前のバス左ハンドルで4速マニュアルでね何がいいんだろうかってでもねそこに味わいがあったりするんですよねヴィンテージギター、まあ、これ今使ってるのギブソンの J45 っていうものですけど新品だったらそんなに高くない、まあ、高くないって言っても高いんですけどね でもヴィンテージとなるとね100万超えちゃうんですよね4 5 0年も使ってるやつなのにねいや新しい方がいいって思いますけれどねそれが人気があるんですよね、まあ、それにはね味があるんですよ古いもの長く使ったワーゲンバスとかね、まあ、皆さんにとってね何かこう古いもの好きなものないでしょうかね でそこにはですねやっぱりこう思い出があったりまあ言い知れない味わいがあるということですけれどまあそれをね懐かしむそれもいいと思うんですよねああ過去にこういうことがあったなああこんなことがあったのにね神様は私を守ってくれたんだな疲れたらあなたがもし今日疲れているなら後ろを振り返ってね 過去の懐かしい思い出に浸りながら神様はここまで私を導いてくれたんだな思いを寄せてみてくださいああ神様ありがたいなそうするとね今度はああこれから先も大丈夫だこれまで導いてくれた神様はこれからも必ず守ってくれるに違いない皆さんそうやってね元気になっていけるんですよね 後ろのものを忘れっていうのはねそれはマイナスの足を引っ張るそういう記憶を忘れるということであってねその中で神がよくしてくれたことそれを忘れるということを聖書は言ってんではありません神がよくしてくれたことを一つも忘れるなって辛い悲しい記憶そのトラウマとその向き合うということそれが かつてはいいものだと心理学では教えられてきました。でも今はね、そういうふうに教える人はすごく減りました。なぜなら、過去のトラウマ、過去の非常に悲しい経験、それと向き合わされていた人の今後の人生と、また忘れたまんま生きた人の今後の人生、比較するとね、全然うつ病になったり、 自殺未遂をしたり自殺をする人はね過去のトラウマと向き合わされた人の方がはるかに多いんですよね。神様は忘れるようにちゃんとねさせてくれてるものを無理やり思い出さなくていいでもね懐かしむああ神様はこうしてくれたなそして嬉しく元気になるようなそんなね慰めを癒しを。 それに浸るのはいいことだと思いますそして未来に向かって生きていきましょうあなたは我が神あなたは我が主御言葉与えられ私を 癒やす最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうその時までごきげんようさようなら